回の名ゼリフ、全ての力が俺に降臨する、チュイン、モンキーに笑われた。あれはあれ積もる。しかもかっこいい音楽って思いだからね、モンキーが現れる。モンキーが。やべえな。西村知ってるやつだったら全員ひっくり向き出すだろ。チュインって。で、槍の代わりに長いバナナ持ってるからね。ヒモンキーが現れた。ジョージみたいな。お猿のジョージだ。お猿の石村が現れた。やばいよな、すべての力が俺にこうするチュイン、モンキーが現れた。かっこいいのにな。そういうやつはちょっと毛づくろいできると思うな。させてもらえると思うな、じゃない。できると思うな。だからまず石村モンキーを俺が毛づくろいしようとしてるって体だもんな。それそうだよ、殺そうとしてんのに、ね、勘違いも甚だしい。それ殺される。結果どんないい物語でも登場人物が石村になるだけですごい最低になる。 G ルートに進学っていう。だから俺が提唱する説はただ一つ、どんな名物語でも石村要素を徐々に深めていき、まあそのうちクソみたいな物語になるっていう説。全部逆漫画になる説。あ、その能力あったら面白そう。あのどんな漫画とか登場人物を石村と認識して見れる才能があれば。しかも映画とか2回見に行くんだけど、石村バージョン見たいな。石村やってほしいな。石村やってほしいな。お前がさ、俺を倒したとして、その先、他の石村たち、そして地上の石村たち、全員お前は殺すんだろう。そんなこと俺はさせんねえ。すべての近く俺に殺せる。ピシュイン。モンキーが現れた。やってほしいんだけど、石村に。地下世界、地下世界か、地下世界と、うん、地下世界に石村しかいないじゃん、うん、でさ、とりあえず上地上に戻ろうとしてるけどさ、地上にも石村しかいないから、どちらにしても地獄じゃん。多分ね、うん、俺が知らないネットワークなだけで、多分お猿の名字は全部石村なんじゃないの。猿に属するチンパンジーとかオラウルタン全員石村。全員もともと猿だったんだけど、多分オリジナル石村が一人いて、他は全部猿だったんだけど、ネコですの養生で多分みんな石村の人と思ってしまってるんだと思う。 SCP 石村だってなんだ。